亀です。似てんの？似てるんじゃありません。彼ら自身が亀なんです。身長はみんな180センチ以上あって喋れます。あなたが言いたいことはこう、今世間には4人180センチの喋る亀がニューヨークにいて、それをあなたしか知らない。はい、そういうことです。あと他に何か言ったことある？どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。それではまずはお一人ずつご挨拶をいただきます。エイプリルで役演じられましたベッキーさん、お願いいたします。はい、お忙しい中今日はありがとうございます。映画ミュータント・タートルズでエイプリル役を演じさせていただきましたベッキーです。これをいただいた時に次の日に一面で日刊でしたっけ、ハリウッド進出ってすごいでっかい記事が出て、本当に進出が少ないのに恥ずかしいなと思いました。それではタートルズの師匠スプリンター役を演じられましたカンニング竹山さん、今日はスプリンター先生の衣装でお越しくださったんですよね。そう、よくわかるというか、あんたね、学園にいたら大人にこれ着せられまして、ね、はい。さあ、それでは竹山さん、はい、参りましょうか。何をやります僕、何もないから。あ、これです。はい、やること、いや、本も何もないし、何もやること、あと体使わなきゃ。そうですね、はい、違うシチュエーションでぜひ。これでもちょっと怖いじゃないですか。僕もう今日せっかく師匠の、ね、衣装でもいらっしゃってますし、そうよ、せっかくだからあれやりながら映画の世界に。これやりながら無理でしょ。係とかいろいろ、私が許しません、そんな小物は。なかなかね、ピンコさん見合ってますからね。そうやん、私がついていくんだもん、デートが。ライトさんに国際報道出てるんですけど、番組に共演されることが多いと思う。ちょっと待って、ちょっと待って。北川景子さんっていうのはヒーローで言うとキムタクさん泣いてくだった人でしょ。ウィッシュって本当なんですか？こちらに聞きたいんだけど。